ドッコラボチャンネルへようこそ今日もお散歩動画撮ってきました今日ね行ってきたのはあの荻、ー、窪の北口から青梅街道沿いに大体10分程度で到着する日産の、あのー、ディーラーのね日産があるでしょあそこの一角にある石碑なんですけどここからスタートしましたえー、ここはね 中島飛行機っていうそういう飛行場の跡なんですよでここ戦前は日本陸軍向けの飛行機の設計とか製造いわゆるゼロ戦ですよゼロ戦を作ってたとこで戦後は富士重工を経てスバルになったんですよねこ富士重工がねスバルになったただ、えー、GHQ によって 財閥が解体されて中島飛行機から分けられた富士精密工業は旧立川飛行機出身者によるプリンス自動車工業と合併してさらに日産自動車と合併されてで日産プリンスになったっていう経緯があるんです、まあ、そんな企業の九州合併の歴史を感じることもできるしねまたそれとともに杉並区のすぐ隣の武蔵野市には 中島飛行機工場があって、で、三鷹にはスバルの一大事業所があって、戦時中は調布飛行場が陸軍の飛行基地だった。っていうふうに、このね、西東京地区が中島飛行機とか日本陸軍の航空関連の主要地区だったっていうことが、こういうところから分かってくるわけです。非常にロマンチックですね。 さてそのあの日産の敷地の中にねロケット発祥の地という石碑もありました、えー、もうね本当に小さな石碑で1メートルぐらいの立方体の石の台座の上にぽちョッと置かれてる感じ え石碑正面中央にガラスの蓋がついたくぼみがあってね、その中にペンシルロケットの実物大模型が入ってます。ガラスに入ったシートが剥がれかかっているので、中に表示している文字が読み取れませんでしたが、あのそしてその石碑もね、こうちょっと囲ってあるんで、あの簡単にこう入れないようにしてあります。本本当に、ね、日本ロケットのの技術の開発は この糸川英夫教授が率いる東京大学生産技術研究所が、民間の機械・科学メーカーと協力して推進したペンシルロケット、これも日本が世界に誇るペンシルロケットですよ、このペンシルロケットが最初であって、昭和30年に全長わずか23センチのペンシルロケットの発射実験に、また全長1メートル余りのベイビーロケットの発射実験に成功し、その後のロケット開発の基礎を作ったんですよ。ねえ。 素晴らしいことよこれもうほんと感激でございますでそこからあのー、またねお散歩を続けました私歩いておりますよでこう素敵なところでしたよであのここからね原っぱ公園っていうところに向かって歩いていってるんですけどここにはね、えー、区長さんが植樹した被爆樹 被爆樹木2世の青りがあるんですよ被爆樹木2世の青霧が植えられているので、このじゅえ植樹は、杉並区平和都市宣言30周年を記念して行われたもので、桃井原っぱ公園の南側に植えられています。もう行くとね、あのこうネットっていうか、柵がして、柵っていうか、紐がね、こうくくってあるんですぐ分かると思いますから、ぜひぜひね、あの皆さんもお散歩のついでに、えー、見られてください。 その原っぱ公園から東京工芸大学杉並アニメーションミュージアムを抜けて、えっと、荻窪八幡ここにね、えー、源頼義平安中期の武将で、えー、範信の長男ですね、えー、その人のですね 祝人をここで取ったと祝祈願してね、えー、この場所に陣を構えたという八幡ですよ。ちょっと感動でしたよあここにね。 あの源氏の皆さんがと思いましてね私も一応あの源平合戦に参加してないとはいえね一応小西なんで、まあ、小西といえばこの名字は平家の方の末裔だというふうに言われてますから、まああのー、まあちょっとその説はお世話になりましたという気持ちも込めて荻窪八幡をお参りさせていただいて、えー、今日のお散歩は、えー、無事終了ということで。 はい、なりました。皆さんもぜひねあの歴史は常にあなたのそばにあるということで歩きながらあのそんなに、ね、深く、ね、物知りになる必要はないんだけれどもちらっとねここでどんな人がどんなことをしていたかっていうことをあの本当に目次レベルに知るだけでもお散歩の質がクオリティがぐっと上がりますからぜひお試しください。それでで。はまた次回の放送で